なんだ。天から落ちたぐらいで修行が足りんぞ、アスラ。オーガス。不粋なやつ、今を楽しめ。戦いて美味を喰らい、戦いて美酒を煽り、戦いて美気を抱き、戦いて桃源の湯に遊ぶ。これが生きるということよ。俺はあんたとは違う。違わんな。
今はつまらん時代だ、デウスめ。世界を救うなどと大見栄を切り、そしてそのための仕組みを構築しよった。奴は本気で世界を救うつもりなのだ。大回転だと？くだらん！マントラに頼り切っておるから、ワイゼンやカルロなど、あの体たらくなのだ。己の身に頼まぬ戦など無粋極まる。かつては違った。そう、我とキコートが共に肩を並べて戦っていたあの頃はな。
わしに譲れやすな。我は未だ満たされておらん。拳の止め方は教わっていない。ならば早い者が久しい。さて、しあおうぞ。オーガストの一騎打ちは苛烈に幕を開けた。もはや常人の介在を許さぬ神域に到達した戦いは激化の一途をたどる。勝つのはアスラかオーガスか、その結末は神ですら知るすべはない。